でもそのパワースポットの話はちょっとしようか。じゃあしましょう。お守りとかそっち系の話だったらもうすでに出てるやつもあるしね、はい、しましょう。逆にそれの販売一緒にやれればね。僕はどんどん名前言ってくるんで。FM那覇沖縄阿蘇ビジネス、イエーイ。第始まりました。第50回沖縄阿蘇ビジネス50回。ヒロミ号フリート50回。あ、すいません、僕はヒロミ号ではなくて石垣島が生んだ敏腕的プロデューサー豊平サッチで、MC でお届けします。よろしくお願いいたします。テーマは大人が本気を出せば遊びもビジネスになるというところで、約1年前から始めております。いろいろな、ゲスト、クリエイターの方、専門業種の方、いろいろ呼びながら企画の種をアイデアをいただきて、最終的にこれをガチで形にしようぜって、これを形にしたら世の中変わるんじゃねみたいな感じのものを、一個一個やっていこうぜっていう企画で、早もう50回。これ何が生まれたかっていうのはまあ置いといて、まずは今日はちょっと寂しいので2人しかいないんですけど、ご意見番沖縄が生んだ天才シーサーアーティスト、天才ミトさんです。よろしくお願いします。ガオー、イエー、優勝おめでギョー、50回おめでギョーだな。おめでギョーです。おめでギョーです。いや、もう50回いくと思わなかったですね。でも本当だね。ミトさん結構モノマネいけるタッチですね。あー、今日もうお酒飲んでんです。打ち合わせの前から今日飲んでたからさ。あー、そうなんですね。これ二人ヒロミ子のモノマネしても話が進まないんで、ゴーヒロミさんが一人で喋ってるみたいになるもんね。そうなんですよ。1,2,3,4,5 ですってなるので、ノーフォーそれはちょっとできないじゃないですか。というところで、まずちょっと飲みましょうか。そうだね、とりあえずじゃあ50回記念で、記念ですか、なんかおめでガオで、おめでガオ、おめでゴーでいいですか、おめでゴーでいいですか、ゴーガオーで、わかりました。じゃあ僕がシーサーカリーと言ったらおめでガオーでお願いします。はい、シーサーカリー、おめでギャオ。声が出ないなこれ。全然なんかめっちゃ滑ってる感半端ないですね。いや、こんなことはない。50回やってんだから。50回やりましたね、気がつけば。違う、これね、企画で動いてるやつがあるんだけど、ネタがね固まってくる と、 ちょっとラジオで言えなくなってくるっていう切ない感じがあって、今悩んでるそこなんですよね。もうちょっと商品化されて販売までこぎつければ出ましたって出るんですけど、じゃじゃーんだけど、ちょっとこの50回の中でいろいろ動こうっていう企画がちょっと皆さんあるんですよ、ちゃんとガチな段階に行きますとなかなか世に出せない。例えばできてから言わないとパクられちゃうとかいろいろ問題もありつつ、しかも2人以外にいろんな人をちょっと巻き込んで先を作るとなると、なおさらちょっと専門用語で言うと機密保持契約を結ばないといけないっていう、NDA を結ばないといけないという事態になりそうな手前に来てるので、ちょっとこのラジオ何を話そうかというところで、僕らのスター、天才マジシャン、純さんの、前回はお笑いとかやりつつ要はそのイベントを、今年も3月もやったんですけれども、どんなやっていこうよっていう話も入れつつ、このラジオをそう、ね、報告、あれはやったからねみたいやったんですけど、やったからね、気づきできるものはどんどん話していきたいなと思うんですけど、水戸さん、天才マジシャンがですね、今日午後にちょっと僕は連絡をしまして、今日ラジオですよって、で1時半ごろに既読になったんですよ。ほう、返信がないですよね。おマジックだな。マジック、返信がない、半分本当に心配なんですけど、消えるマジシャン、消える、消えるマジシャン、ガチで消えたか、出張行ったか、携帯なくしたか、ガチで寝てるかですよね。例えば体調崩し、台風の分かんないですけどなんかあって、だから今日2人しかいないですよね。消えるマジックで、はい、まあ台風で出たんですけど、
今度全然弱かったね。そうなんすよ、全然だったね。一応念のためビーチパーティー誘われたのに、アバーンって会社で、うん、まあ、スタッフ毎年やるんですけど、うん、ビーチパーティーをあっちの波の上の海空公園のところで予約も良さそうじゃんな、はい、してたんですけど、うん、まあ結局キャンセルする形になって、まあ、まあ安全性とかもしかしたらもしかしたらやるかなって期待もちょっとあったんだけど、さすがに無理かって。でもそのテンションで、まあ、昼から出勤とかで、うん、まあ、仕事しても多分一応俺海パンをカバンに入れといたのよ。え、マジか。台風だったら俺海パンで行こうと思ってチャリンコでマジか。どうせもうそんな感じだったらもういいやと思って、うん、別にないっていうのは9割方、もう足もう9割あるっつったらもうネタでもう水着でそのままチャリンコで行くっていう、はい、あったね。なんか正直だってもうカッパ来たって無理じゃん、あんなもん。だからもうほんと飲めるところでスタッフで飲もうって言って、うん、普通だな、普通にも毎度おなじみのだな普通に平和通りとか行って、あーいいじゃないですか。であんまりつい飲む機会もないので、まあ、たまにはいいかなと思って、いいじゃないですか。スタッフと飲んだんですけど、やっぱ面白かったですよ、いろいろやってコミュニケーション的な、取るのはコミュニケーションかなっていうところで、ちょっと話したいこと言っていいですか、僕から。言って言って。最近も遊びビジネスに繋がるのにしてね。台風とかって何が楽しみかっていうと、はい、外出れない。うん、出れない。何すんのって、うん。僕はもうほぼ気負い方、うん、映画を見るんですよ。あー別に台風じゃなくても見てるよね。なくても見てるんですけど、さらなに加速を得て。あー、そうだそうだな。もう楽しみでしょうがないんですよ。もう台風の前日、前々日から、うん、夜中に僕つて屋行ってもう借りちゃうんですよね、見越して。で選んで何見ようかなって朝6時ぐらいから見るんですけど、お早起きして、おそれがすごい楽しくて朝から見るからなんかそう、ネットフリックスとかあのアマゾンプレミア入んないの、はい、ネットフリックス、Hulu、もちろん入ってます。入ってるのに両方入って、でもつて屋で借りるっていうのは、新作でどうしても映画で見たかったけど見れなかったのを、なるほどやっぱ見とかないと、見とかないとダメなんです。で、後悔するんですよ、映画館で見ればよかったっつって。だって家で見てんだから。そう、見ててあー、このこの綺麗な景観は、映画館で見るべきだったなっていう、そうだね、そのわかる後悔を増やしながら、もう映画館に足を運ぼうというのは。要はさ、映画館で見ないともったいない映画ってあるじゃん。今俺それが半ソロだけどSF とか、もうスターウォーズは見に行くよ。ハンソロに関してはもうどうしようかなと思って。ハンソロは、うん、どうなの、見た、見てない、見ました、見たんですよ僕。映画館に行く価値はあります。そうか、平日夜行きますと、僕の時、僕以外にいたお客さん、9人です。あ、じゃあ声出してもいいじゃない俺一人だよ、撮ってましたよ。いいじゃん、最高でしたよ。まず何が最高か、まあ言いますよ、ストーリーネタバレになるんで。ネタバレはしないで。はっっていう感じをパンパン言ってきますと、言って、あの、銀河一の、シップ、うん、ファルコン、ミレニアムファルコンが、はい、超綺麗。もうそうか、新品だもんね、まだ。最初のタトゥーインの時ってボロボロだったの覚えてます？そう、中古みたいなんですもんね。あれが新品がまず見れるあれ見たときに俺、あーマジフィギュアこれ欲しいなって、あのプラモしたいなぐらいになるぐらいな、この美しさ。マジか。まあそれがまず、それは見たいね。ありますね。もうそこがまあまあナンバーワンだったんですけど、まあ景色で言うと、ですね、内容で言いますと、やっぱりスピンオフなんですよ。うん、そりゃそうだ。要はスターウォーズっていう世界観じゃなかったら、僕の感じでは西部劇なんですよ、宇宙の。あーなるほどね、はい、もうほんと海賊と、まあそういった、そうだよね、賞金のウォンテッドのウォンテッドのやつの話なんで、要はそういうことで、でもスターウォーズっていうくくりのスピンオフに入ってしまうと、やっぱすごくそれが時系列的に噛み合ってくるんですけど、まあスターウォーズ、まあ昔やった1978年でしたっけ、分かんない、あの辺にやったあの4、ワンでワンですよね、言えば。まあワンだな。それの少し前の話らしいんですよね、ハンソロって。言えばその、そうそう、もちろんもちろん。ルーク・スカイウォーカーに会う、ちょっと前の話なので、ね、まあそれも踏まえてみると、またより映画を楽しめます。そっか。しかもですね、宇宙さん、これなんか出てますけど、今、シーサーウォーズのこの、ルーク・スカイウォーカーのお父さんのアナキン・スカイウォーカーが出てますけど、ダース・ベイダーが。レトリオ、俺が一番好きだよ。まあ最強な、あれですけどね。
こいつが一番人間らしいわ。でもですね、俺びっくりしたのが、普通にハンソロ、ハンソロって面白かったんですよ、すごくわちゃわちゃしてて、おで最後の最後で、びっくりするのが、その、スターウォーズの今普通エピソードあるじゃないですか、そこに関係してる、シス、敵ですよね、おお最強の敵だな、が出てくるんですよ最後に、ハンソロで。俺らの時はもうあのおじいちゃんだよね、だから、はいはいはい、俺らが知ってるイメージはですけど、その辺をはちょっと言えないですけど、ほんと言ったらバレちゃうんで言うんじゃないよ、はい、俺は言うんじゃない、とりあえず今週はね出張があって忙しいから、来週8月頭に見に行こうかな、俺の夏は見に行っていただきたいですね、これ行くな、もう俺もね、多分ね行くなと思ってたのよ、はい、俺も6月のほら後半にスタートしたのは知ってて、はいはいはい、結構長くロングでもなかなかね踏ん切りがつかなかったけど、はい、あのガソリンスタンドに行ったらさ、はい、俺が行くガソリンスタンドが、はい、なんかそういう映画館とコラボレーションでずっと映像流してんのよ、そのガソリン待ってる間、車洗車してる間、はいはい、台風だったからほら車洗車しないといけないじゃない、はいはい、お気に入りの車だから、はい、俺真っ白いファルコンみたいなやつを、はい、そのファルコンはどっちか、ネバーエンディングストーリーの方ですか、違うわ、あ、違いますか、あんな犬じゃなくて、犬じゃなくてごめんなさい、アスターウォーズの流れですね、もちろんミレニアムファルコンみたいなの乗ってんの、はいはい、もしくはあのガンダムの方のね、あ、はいはい、ホワイトベースの方の、はいはい、白いのに乗ってんだけど、それを綺麗にあの塩水洗い流さないと、もう沖縄ほんとえらいことになるから、うん、でその間ずっと待ってる間さ、ずっと CM が流れてるの、そのファンソロのが、ほうほう、でやっぱりほらもう好きじゃない、ドキドキしますよねあれ見てるだけで、でも画面がちっちゃいから若い頃っつってるけど、あれあのケムクジャラは若いか年取ってるのかよく分からない、あ、中ばっかですね、中ばっか、確かに若さはあれどこで分かんの、いや僕のイメージっすよ、うん、ちょっとあの毛にコンディショナーかかってるかもしれない、あ、ツヤっぽい、ツヤっぽかった、チュッてしてる感じは、モサモサっていうよりかはツルッてしてる感じでしたね、いやほら中バッカーこの前最近のやつだとさほらおばちゃん口説いてたりとかさあの知らない、衛生兵、衛生じゃん、なんか看護婦みたいなおばちゃんに、はい、俺がどんだけすごかったかみたいなシーンがあったりするのよ、へー、なんだろう、おばちゃんよバリバリの、はい、あ、そうそうそう、酸素の趣味のやつで、ネタ1個言っていいですか、中バッカーの年齢が言っても出てました、あの時年齢、はい、年齢あ、そう、中ばっかがなぜその人間と話せるかとか、おおおおおお、なんでしょっぱなから、実はちょっと待って、話せてんのかあれ、しょっぱなから、あ、話せてるんですよ、で、しょっぱなから、え、ハンソロ以外通じてんのあれ、あの、なん、う、なん、ウーバー族、ウーバー族の言葉っていうのは、うん、ハンソロはなぜか知ってたんですよ、経験があって、オオカミに育てられた少年みたいな、それは無理くりだと思うんですけど、うん、無理くりか、しかも、びっくりしたのがクソ運転が上手いんですよ、操縦が、なんでってことじゃないですか、うん、ちょっとまあヨーダほどじゃないですけどではないですけど、その中ばっかもやっぱある程度年いってるんですよね、うん、え、あ、そういうこと、いや、そういうこと、経験がやっぱすごいっていう、歴代のさ、ジェダイが全員操縦がうまいのよ、もしかしたら俺、はい、あれはフォースがあるからですよ、だから、はい、あんのかなあの人みたいな、どうなの、あ、なるほどですね、そこまでの深読みは多分必要ないです、ね、まあ、そうか、そこまで、はい、そうか、そんなマニア的な、違うんだ、そうだよね、そうだよねって言うけど別に、まあ、主人がバレてくるのあれっすね、そうだね、あいつはバラすなよ、でも本当、ハンソロは、うん、映画館で見ていただいすって言ってきた、本当見てた方がいいと思います、ああ、そう、はい、誰か俺の、あ、まあいいか、もう言わないとこいらんこと言わないとこでもそうか、もう行くかも、じゃあ悲しいっすか、ああ、何、やっぱちょっとまあラジオであんま言えないですけど、いろいろ会社的な問題とかもありつつ、はあ、まあその一緒にまあ仕事をしてる方の作品も見ないとなっていうので、はい、一応まあその、まあ、なんだろう、まあ勉強がてらいろんな作品を見ようというのがあって、うん、で最近吉本さんの、はいはい、この又吉っていう芸人さん、小説家もやって、はい、はいはい、のあの火花っていう、あ、はいはい、本、伊藤さんは読んだこと、まだ読んでないですか、チラッとしか読んでない、あ、芥川賞を取った、そうね、の、映画が、うん、今年公開されて、で、僕は公開中行けなかったんですけど、うん、DVD が
出てたんです新しく。おでその前僕はあの先ほど言ったようにその Hulu とか Netflix も入ってるので、うんうん、Netflix では、全10話で、うんうんうん、その火花をチェックしたんです見たんです面白かったですよ。ああやってたね確かに。あれしかも、うん、ですね監督が数名いまして、えあれって一人の監督が10話作ってないんですよ。アニメっぽいねなんか。その作りをちょっと新しくちょっと冒険じゃないですけど面白い企画だったそれもあって、うん、あ新しいなって思って。なるほどなるほど。そういうのちょっと新しい、まあなんかそういうのも面白いなと思ってを見ようと思って。やっぱ全然違うんですよ。3話と5話の景観が違ったりとか、やっぱ居酒屋のシーンとかの幕吉祥寺を映すシーンとか例えばあったとしたら全然違うんですよ監督によってその見方とか、うん、そのちょっと単館っぽかったりとかドラマっぽかったりとか、まあ、その個性が出てて。そうだ、ね、どっちも面白いんですけど、うんうん、あなんかそういう新しい試みだなと思いながら、うん、それがもう言えば10話のやつが2時間にギュッと凝縮されたのが火花映画監督が板尾逸二さんなんですよ。はいやそうっすよマジで。大丈夫なの。いやいや大丈夫なのあのごっつい感じなんですけど、あの人も監督としても今壇蜜さんのやかいろいろやったりとか。マジで、まあ、マジでヒットするの。だってもうあんなセンスの塊が作ったら一般人の心なんか捕まえきれないじゃない。僕もちょっとそれびっくりしたんですけど、うん、ドラマ見ました、うん、で映画をつい先週、うん、借りて、うん、まあ、朝から見たんですよ、うん、そしたらまず、主役の子が今飛ぶ鳥を落とす勢いの俳優の須田君っていう、あ、まさに、うん、めちゃくちゃかっこいいんですよね、まあまあ、でもう一人の先輩芸人が桐谷、うん、要は主人公と先輩芸人の話なんですよ、うん、で一緒にたまたま地方で出会って、うん、片や先輩は大阪で拠点してます、うん、で主役は東京でやってます、うん、で一緒に売れていこうやみたいな、うん、それぞれ相方もいて、まあ、あなるほど、コンビとして別々なんですけど、うん、やっていこう、うん、でどんどんその先輩の大阪の仕事がなくなってきて、うん、東京でやるわ東京に来ます、うん、一緒に飲みながら、まあ、いろいろ笑えたらこうやって言いながらやって、うんうんうん、でも主人公の方が少し売れるんですよ。あ、まあ、先に東京でやった後輩の方が、うんうんうん、で売れるんですけど、そのやっぱり実力もある先輩はもちろん面白いんですけど、うん、まあいろいろ人間的な問題とかいろいろありつつ、うん、その先輩たちのコンビがふわって沈みかけて、うん、その主役の子も売れるかと思いきや、うん、実はてんてんてんみたいなストーリーなんですよね、うんうん、要は、うんうん、パッて花火みたい、まあ、火花みたいな、うんうん、打ち上げ花火みたいな、うんうん、成功したぜっていうもんでもない人生的な、要は漫才師の生き方の話なんですよね。別に成功とか売れたとかどういう空じゃなくて、その子たちがどう思ってその漫才っていうものを活動してきたかっていう、その10年間の話なんですよ。10年前になって10年後になりましたっていうので、すごくもう良かったですよ。あ、何それは何、10年後のその人たちが昔話をしてるってことなの？違います。どういうこと？10年間を描いてます。10年間をそのタイムリーで描くギュッてやって、はい、ドラマはもっと細かくやってますよ。最終的にはそのまあリアルな感じで終わっていくってことか、ハッピーエンドとかそのハリウッド的な形じゃなくて。最後言えないぐらいびっくりしますよ。死んじゃう？いや死んじゃない。大丈夫？でもすごくあってなるんですけど。あってなるの？僕も、うん、バンドをおやってたね。やってたんで知ってる知ってるよ。それも東京でお約19から27、5、6年ぐらい、うん、年やってたんですよ、うん、もう本当に金もない、うん、まあ、渋谷とか新宿とかいろいろとかで吉祥寺、西荻とかいろいろとかでライブやるんですよ、うん、まあ、バイトしながらやりながら、うん、周りの対バンって、うん、もうみんなもうライバルですよ。ライバルだ。はーっと楽屋でガン飛ばししないながらやるんですよ、うん、っていう、もう売れてやろうみたいな感じの時がちょうど2000年ぐらいだったんで、あの火花の映画もちょうど2000年ぐらいなんですよ。いやまたよしが年が一緒ぐらい。なるほどなるほど。そういうことか。時代背景がぴったりで、もう僕はそれ入ってしまったんですよね。僕は音楽だったんですけど、そういう全然売れなくて居酒屋で吉祥寺のあっちの焼き鳥食ってるとかイメージ、よくバンドで食ってたんで、やっぱそういう同じようなそのバス停の居酒屋、まあ、くだまいてる感じがもうそれだけでもう泣くなんですよ。俺何し若い子だと思いながら、うん、もう思い出として残ってるんでっていうのもあって、まあ、最後にちょっと一つ言いたいことがありまして、うん、僕はバンド解散したんですよね、うんうん、その時に解散ライブってものを、うん、これさ待て待て待て、解散ライブって簡単に言うけどさ、バンドって何人かいるわけじゃない、はい、
これみんな納得の上で解散をどうやってやっていくの、はい、俺はやりたいって人もいるわけじゃない。誰かが、うん、解散しようって言うじゃないですか、うん、でみんなが誰かやりたいでももう解散だってなったら解散ですよ。多数決じゃないけどまあそれはそうだな。お前抜けても俺たちやるようになったら解散じゃないですよね。そうです、一人でもいればいいんだもんね。ギター一人でも別にボーカル一人でもおい俺はこのバンドやめたくないっつって、はいはい、じゃあみんなやめてもうこのバンドの名前背負ってもう一回集めてやりたいっつったら、でもみんなも多分ちょっと疲れてきてる年も年だしとかってあるの。僕の場合はまあ僕が抜けるんだったら意味がない解散っていう、一人でも抜けるんだったらっていう感覚でしたね。なるほどなるほど。まあ正直僕が言い出しっぺだったんですけど、うん、まあ、そのままじゃなんか僕分かんないですってことは、やっぱ辞める時も言い出しっぺの人がもうここで未だに分かんないですよ。後悔分かんないですけど、なんかそれがいいのか悪いのかも分かってないけど、でもって感じです、うん、でも言い出したのは僕でしたね。それはスタートもエンドもテイラ君。あ、スタートは別です。先輩、もう一個先輩の立ち上げたバンドに僕が入って加入してドラムを打つんですけど、結局僕はもう解散抜けたいと言い出したのは僕ですし、それでじゃあお前が抜けるんだったら解散しようかって言われて解散したっていう。これはさ、はい、なんかドラマーって職人じゃない、どっちかっていうと。なんかさ、はいはい、ボーカルってタレント的な、はい、アイドル的な立ち位置 で、ね、顔ですからね。でこの人辞めると困るけど、はい、なんかドラムの人って困んないですよね。だって別に入れ替えてもいいんだし、はい、という気持ちでもありましたよ当時は。やっぱでもって言うとドラムの人は、うん、まあ、ちょっともうドラムちょっとこれで食っていくのは無理だなと思って辞めようと思うの。どんな感じ、このバンドでは無理だなと思って辞めようと思うの。結局いや自分の腕が良くても要はチームプレーじゃない。でもこの感じでは絶対売れないし、売れたところでこれねもうやばいわみたいな。俺とかほらずっとアーティストで一人じゃない。だから方向転換から何からも俺一人で決められるわけじゃん。で僕はこのままやってたらみんなダメになると思います。あーなんかお前俺と付き合っても不幸になるから別れよう的な都合のいい感じの。いや僕もダメになるの分かってたのと、これだからなんとなくこれ多分ここまで見えない、見えなくなったんですよね。いやだからバンドの羨ましさとなんかさあの時大変そうなところ、あの時の思い出はもっとぐちゃぐちゃしたかもしれないですけど、答えなかったと思うんですけどいろいろなって、うん、でも今だと一言で言うんだったら多分これ以上できなかったとしか言えないですよね。それは分かんないですよ、その当時の時が。実はその時にさ、トイラ君やっぱりちょっと優しいからさ、バンドのメンツを切ってどんどん新しく入れ替えてって、あもうどんどん前じゃダメだ、お前のギターで俺のドラムに入らないから。でも現実ジャズとかその後やったのも全部その違うバンドやったりとかしてたんですよ、うん、で僕たちミュージシャンとやったのも自分の技を試したいっていうのがありました、うん、ドラマーとしてやっぱ。そのだからその後1年半ぐらい活動したんですけど、うん、でもなんかちょっとものすげえ虚しくなりましたね。あれもあれ、それはどういうこと。それはもうその若い時のそのバンドの思いがあって、そうそう腕はどんどん上がっていくけどそのバンつまんないです曲つまんなくなってきたんですよ。なんかそのやっぱ自分たちがやってる曲が好きだったんですよね。他のことを演奏してても楽しいと思わなくなってきました、ね、今さだから今また、もうドラムやってるじゃない、はい、普通に週末っていうか、あまあ週頭か、あ週頭からバンドやってるんだよなあんたな、はい、火曜日にあれはもうなんですかね、音楽に触れ合ってる、あじゃれ合ってる、じゃれ合ってる感じです。なんかじゃれ合ってる、ガッて言ってないですね。面白い、すいませんこんなのもうそれか、うんうん、今回映画の火花とちょっと被ったんです。へえ。ただ一つ僕はちょっと今回物申したいのは、いやいやいや、あれですよ、どうせ誰も聞いてないんだから、いいっすかね、しっかり言っといて。ですね、うん、その映画の中で須田君の主役の、うんま、コンビがいろいろあって、うん、10年後、うん、解散しようかなったんですよ。あコンビを、うん、その解散の時が、うん、最後のライブ、まあ、僕も最後のライブ体験者なんですけど、あなるほど、もう涙もんなんですよ。もう明日からもうないですよ。でも笑わせようとしてるところだな。そこにがクライマックスで、うん、高尾さんもすごいなと思う。そこの辺のやっぱりもう絵がすごい良くて、うん、もう僕も号泣してるんですよ実は。でも多分映画の中で会場は爆笑してるんだろうな。会場もあれもしかして感づいてんの。もう最後、まあ、最後のライブって歌ってるんで。あもう言ってんの。まあ、あのポスターで言ってるので、うん、なのでもうみんなこうシーンとして、うん、会場シーンで、うん、まず聞いてるんですよ。うん、会場どんどん泣き始めたりとか、まあ、本人たち泣いたりとか、うん、でそれのシーンは実は僕はさっきほど言ったようにドラマも見たんですよ。
いわば大衆です。ああなるほどね。僕は2回見てるんですよ。ドラマと、まあ、そうかそうか、同じ役者は違いますよ。出演者としてこれ見た中、内容は変わってないわけなんだ。ほぼほぼ、まあ、もちろん変わってないです。捉え方がちょっと、はい、監督のその提案の仕方がちょっと違う、はいはい、でもほとんど一緒です。あほとんどっていうかその内容は大筋は一緒なんですよ、うん、でちょっとはって思ったんですよ。どこどこどこ、菅田将暉くんがイケメンしすぎて、イケメンが悔しんで泣いてる時って、うん、あまり感情移入しないんですよね。これなんすかね、僕だけですかね。ドラマの方はもっと、うんうん、まあかっこいいんですけど役者としては、でも、うんうんうん、ズバ抜けでイケメンっていうよりかは少し装飾系な可愛らしい感じの子がガーって泣いてるのを見てると、僕はそっちの方の涙の量が多かった気がしたんですよね。多分豊良くんの焼き餅か。いや出ないっすよ。だってじゃあ須田くんが下手ってことか。いや須田くんの演技はピカイチです、うん、じゃあ焼き餅じゃない。びっくりするぐらいセンスの塊。あの火花の主役めちゃくちゃだと思いますよ。めちゃくちゃいい役者さん。でもだからイケメンが辛い思いしてもお前辛くないわっていう。いやあの子の演技でもちろん泣きますよ僕は、うん、泣いたんですけど、ドラマも泣いてるんですよ僕。泣いちゃう同じいやでも気に入らないってことです。須田くんの泣きでは僕は本気の泣きはできな いちょっと、うん、そうもったいないか。 もっとスマップでキムタクみたいに要は、うん、かっこいい撮るじゃないですか。うっていう、うん、で泣く役はいい人の草薙剛さんとかわかんないですけど、あ泣かす役、そういう感じで考えると須田君はそうじゃないんです。スターなんですよ。トム・クルーズが死んでも死んだ気がしないみたいな。そのバリーシール、さっきあの映画のさっきっていうじゃない最近見たあの最新作のトム・クルーズのバリーシールじゃない。我々トム・クルーズ論がすごいからな。めちゃくちゃアメリカはでも泣けないですよね。かっこよすぎてあんだけ不幸ですってやって騙されてるんですけど、無理だわ。かっこいいですもん、映画だから全然死なないわ。それとそうなんですよ、今回の火花の素材をちょっと被ったんですよ。じゃあこれは、演者を間違えたってことになる。かっこよすぎて、もっと死にそうな人、ちゃんと泣きそうな人を出さないダメで、演技はピカイチです、うん、だからすごい。なるほど、それは僕の意見なんで、まあ、演技取るなって言ったら。いやいや、いいよ、それはみんないろんな意見。それはもう僕は石垣の敏腕プロデューサーがそう思ってんだからそこは直した方がいいよってことね。かっこいいやつの涙って、うん、あんまり響かないなって思いました。そりゃそうだろうね。あれがないですよ。本当かなって思っちゃう。味わえないんだろうね。なんすかね、なんすかね。味わいといえば、俺が最近見た映画ではロバート・デニーロがジジイになって、 あのタクシードライバーのデニーロはもうジジイになってる、はい、なんとかグランパでしたっけデニーロのなんとかグランパですよね。あれ？ダーティーグランパっていうのがあって、はい、俺がめちゃめちゃ心打たれるっていうか、はい、心打たれるっていうか、はい、俺はもうそこ打ってるところをやっぱりデニーロもそう思ってる。デニーロを起用する監督もそう思ってる。人生っていうのは、はい、一瞬なんだから好き勝手やった方がいいんだよっていう、芸術家寄りのっていうか、もう豊良くんはプロデューサーだし、その須田さんとかみんなもうほらタレントさんとかさ、そういう人たちは公的な人じゃない。俺らはどっちかっていうと公的な人は今の倫理とかその道徳っていうのを守る義務があるわけじゃん、はいはい、僕ら芸術家は倫理とか道徳に対抗して、いや本当はこうだって言わないといけないのよ。なるほどですね。簡単なこと言うと、ついちょっと前まで黒人は奴隷で正しかったのよ。白人は雇い主で、黒人は犬とか犬じゃない、牛とか馬と一緒っていう。でもそれは違うっていうのが変わって初めて、その前には女性は男性より下っていうのが道徳的に正しかった、はいはい、日本の昭和の、ここまで言うとそれはもう歴史の話でしょって言うけど、そうじゃない。今このラジオを聞いている人のほとんどが知ってるのが、同性愛者を蔑視してたりとか、それは法律的に違反だって言ったけど、今はだって那覇市でも今、そう全然 OK になってきてるわけですもんね。でもそれって道徳的には昔は絶対ダメだったのよ。だってそれはもう子供も作れないような、そんな状態の人を正常とは言えないからおかしい、法律的にもダメだって言ってたのがキリスト教で、今でもそうだからね、はい、その道徳に対抗してたのは実はずっと芸術家なのよ。黒人に対そうが、女性派が、男性より劣ってるっていうのに反対したのもずっと芸術家で、なるほど。で、その同性愛者がおかしいっていうのも全部おかしいって言ったのは芸術家が言ってたのよ。で今僕らが言ってるのは、同性愛者を OK するんだったら、はい、あちこちで恋する人も OK にしなさいよと。あら、これはこれはさっき豊良君が言ってたちょっとつなげますかこの話。豊良君が言ってた、びっくりした今、はい、昼顔を豊良君が見ましたと、はい、映画祭見ましたよ僕は。
で俺は見てないけど落ちはって聞いた時に、はいはい、まあ、あ変わってないじゃない、それは一般の倫理がまだ変わってないなと、はい、芸術家もっと頑張らないといけないな、愛っていうのがそういうことじゃいけないと、要は今その本当の愛を求めようとすると最終的にオチとして死んじゃうっていうオチがあるじゃない、死んじゃうっていうオチまあ大体まあまあそうか、記憶が飛ぶか交通事故かいろいろあるんですけど、黒木瞳さんの時のあの失楽園、失楽園とかも結局死んじゃうオチじゃないですよね。あのその前に言うと高校教師っていう森田同士の考え、俺ら芸術家からしたらもう考えられない、あれ最後電車の中で一緒になんかもう大体そんなオチじゃない、だからもういけないもの、結局そうにやっても未来がないからみんなそうなるんだよ、だから今の日本ではこんなことをしちゃいけないんだよっていうのがこのあの作品では描かれてる。俺多分ね十何年か前の雑誌のインタビュー、沖縄のウルマっていう結構売れてる雑誌、ウルマ今でもコンビニあるじゃないですか。いやウルマあれ名前書いてうちだって書いてんだけど、はい、そっかそっか、あれ俺のせいかな、あれのニービチっていう特集があって、はい、ニービチ結婚、沖縄でいう結婚っていう特集があって、そこで俺がバシッて言ったのは、はい、いやもう結婚制度おかしいと、一人一夫一夫制がもうまず間違ってるし、はいはい、そんな動物宇宙にいないし、はい、でもそれは、ね、一夫多妻制をじゃ言ってんの三沢さん変態って言われて、全然逆逆逆と、俺はタプタプでいいじゃないとタプタプ優秀な男性優秀な女性は別に複数の夫を持ってもいいし奥さんを持ってもいいし、はい、要はだって今先進国はとにかく子供が足りないのよ、あどんどんなくなるって違うんで、これの俺の問題は俺は石坂浩二が好きなのよ、あの人子供がいないの、あもっと言うと石原裕次郎が好きなの、嵐を呼ぶ男裕次郎も子供がいないの、えお子さんいらっしゃらないですか、でもそれはやっぱあの人たちってこうの人じゃない、アイドルだしタレントだし知識人はやっぱ公的に社会的な道徳に反することはしないのよ、スターでいないといけないから、そういうのみんなのシンボルでいないといけないってことは芸術家とは違ってそれに対しておかしいって異を唱えることがなかなかできないわけよ、でもそれによって失われたこの大きな財産、本当のこと言ったら裕次郎が20人ぐらい子供いれば今もっと芸能界面白かっただろうし、なるほど、石坂浩二に本当の石原軍団が20人いるってことですね、そうよもう軍人みたいのが簡単に言うとそういうでもそれを許さなかったのがもう一番アホな道徳だとなんとか言ってる一般の人なのよ、なるほど、ここを変えないといけない、でしかも俺が言ってるのは男性でも女性でも別に俺は優秀であってちゃんと運営さえできればいいじゃない、その家庭を運営できればそうですね、まあ金銭的な問題、そうよ生活の心の愛の心の問題、そこにそこを超えていくのが俺愛だと思ってるのよ、なるほど、そういう試練を乗り越えてでも好きな人が愛であって、え浮気したから嫌いってその程度で嫌いになるものはもう愛じゃないから、あんた契約だからっていうことですよね、俺にはもう考えられないと、でもこれは、そういうなんか本があったかも、そういう夢見たのかも、俺は夢見たかもやばい、どう考えても勉強してるじゃないですか、どうやってフォローでしょういやそういう理論ももちろんいやもう絶対そうなるよ、間違いなくそうなる、だって同性愛者を OK した時点で子供産まない人を OK した時点で子供産める優秀な人たちをどうやって産まさないといけないかを考えないと本当いけない時期に来てるんだけど、それはね政治家は言えないわけよ、要はそれだと選挙で取れないしアイドルもタレントも言えないわけよ、だからなんかどんどん子供が減ってるとかもかもしれないし、そうそうそう僕のまあ祖先石垣島でも、うん、僕は宮原なんで、うん、宮原どんちの末裔なんですけど、やっぱりいっぱい奥さん、はい、殿様なんで、そう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 中の一人なんですよ、うん、うちのおじいちゃんも俺直の子供じゃないらしいとかっていうのはそうなんですよ、昔はそれが当たり前じゃないですか、そういうで名字とかおかしかったりとか親戚もね、ほらいろんな形の親戚があって、まあ大奥みたいなもんじゃないですか、そうそう、あれだからね一夫一夫制って誰が言い出したかって言ったら一番アホなキリスト教が言い出してるの、なるほどですね、あれだからそうあんだけ言ったけど、キリスト教は同性愛も認めてないからね、なるほど、おかしいのよ、もうとにかく偏ってるのよ考え方が、とかあの兄弟が、うん、でとかのおじちゃんおばちゃん多いじゃないですか、今の僕らの時代よりかは、だってもしさそれが違反だとしたら、ま、他の動物は全部じゃ神に反してることになるわけよ、人間以外は、っていうか人間でも優秀な人は隠れてやってるかもしれないけど、これ隠れてやってくれたらまだいいのよ、はいはい、優秀じゃない人の方が実は法律を守らないから、要はもうそのダメな人は増えていくの、ピラミッドのこう下は増えていくの、要はルール守らなくても困らないし、破ったって誰にも怒られないし困ることないの、ね、で上の人、例えば政治家でもいいよ、医者でもいいよ、弁護士でもいいし、タレントさんでもいいし、プロデューサーでもいいですよ、
石垣の敏腕プロデューサーなんだけど、その人たちがもし何かするとみんなに怒られちゃうわけじゃない。そうするとやっぱりできないわけよ。 でもそれってすごいおかしくないと。逆三角形にしないと本当いけないわけよ。人類としてっていうか動物としては上の人を増やして下をどれだけ少なくするかっていうのが、その理想的な形なのに、今の倫理観とか法律は完全にアホ増やそうとしてるんだよ。それはなんか助けてみたいな感じなんですかね。そうなると基本的に選挙だからアホが増えてんだから、アホが選ぶ人アホだからトランプとかになっちゃうわけよ。なるほど。もうどう、いやだからまだ、いや俺トランプが嫌いってわけじゃないんだけど、レーガンとかはなんか、うん、僕は好きだったんですよ。あの俳優で、なんですかね、なんかサルバー、シュワルツネッガーが周知になるみたいな、あれは周りにガッて疲れた、うんうんうんね、でも多分それもおそらくですけど大統領になるための俳優業だと思うんですよ、なんとなく、うん、いやいやそうだね。そういうでも最近バレーシーも出てきた、その当時は大統領だったんでいろいろちょっとそれも出てきて、うん、あそうだなと思いながら見てたんですよ、うん、そうだったらまだ納得できるんですけど、まあちょっとなんとなく経済の話で言うと結構からこれもトイラ君、まあ簡単に言うとなる人の命よりかは、うん、お金の価値がの方が重いっていう時代になってるので、うん、それがアメリカどんどんそうなってきてる感じがします。簡単に言いますと、なんかそういう感じでもね、お金で儲かるのだん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 上のほんのちょっとになっちゃうじゃない。 2% らしいよ。 2% らしいよ。だからお金の価値で、うん、例えば犯罪を犯しました、うん、何百円何億なると、うん、億の方が、人を例えば殺めた人よりかも、うん、刑が重かったりするわけですよ、っていうぐらい実は、うん、細かくそれぐらい刑の重さを考えると、うん、そのお金の価値より価値が高いので、うん、人の命生活また道徳かなんやかんやよりかも、うん、こんだけ金があれだからこんだけ罪を負いなさいみたいな、もう簡単な、なるほどなるほど、お金持ってる人の犯罪は良くないよって、それのシンプルな考え方がおそらくトランプかなって気がします。簡単に言うとなんかそういう、いやもう違う、もう白人の俺ほらどっちかって日本大好きっ子じゃない、右翼じゃない、ソフト右翼じゃない。今ね白人の金持ちで一番流行ってる投資はこういう、まあ調べたらググればすぐ分かるんだけど、要は留置所なのよ。留置所ビジネスってのがあって、はいはい、あのセミナーも開いてて、あなたも留置所を作りませんか、やりません、経営しませんか、はい、と。要はもう国外に奴隷制度で奴隷作れなくなったから、今ね多分アメリカで あちこちの州であるんだけど、3回不労者で捕まったら留置所にぶち込まれて出てこれないのよ。出てこれない、出てこれない、でも実はその人たちはそんなにぶち込まれると飯と住むところが残るわけじゃない、ね、はい、で昼間暇じゃない。そうするとすごい低賃金で労働させられるの。あでもそれって中にいたら安心で平和で医療もあって、はい、この人たちは人間として生きながら下手したら iPhone 作るのは将来はこの人たちなのよ。あ要は中国に出しても高いしアジアに出しても高くなるわけじゃん。そうなったらアメリカにいる移民の人たちとか不労者とかを全部捕まえて留置所にぶち込んで、そこでビジネスじゃない、労働させるの。なるほど。そうすると一番実は労働者で世界で一番安いのは留置所の人なのよ。日本もそうなんだけど、めちゃめちゃ安いのよ。あれ一日数百円も取れてないぐらいだから。でも聞いた話では教育与えればできるわけだから。お父さんの言う通りに海外の留置所とかって、うん、中に映画館とかあるらしいですよ。そうよ。もうそんな普通に生活できてて、うん、そこの中でギャンブルもあって、もちろん。でも怖いのが、うん、それでギャンブルで負けすぎたら抹殺されるっていうリスクとともにやってたとこに入ってた日本人の人の証言を聞いたことあります、ね。はい、今だから留置所ビジネスっていうのが普通にもセミの金持ちにはやってる。考えられないですけど海外は日本は逆で自由打ちってました。日本は留置所に仕事がなくなってしまって、あ監視の人が下手したらうちにも相談に来るぐらい、なんか仕事ないですかみたいな。マジっすか。だってあの封筒とか昔の家具作ったり靴作ったりとか、そうそう、あれが、まあコンピューター今できるじゃないですか、うん、言えば IT 化で、あれを今だからどんどん今そっちは自動車組み立てたりとか、要はパソコン組み立てたりカメラ組み立てたりする人を留置所に回せると、要は今要は季節労働で、要は関西とか要は九州の大きい広い土地に全国から集まって季節で来てみんな働いて、遠くに帰ったら沖縄からも行く人もいるわけじゃないと。それを
時給を上げなくていいわけよ。それの4分の1以下で、だって彼ら出れないんだし、で彼らは別に何も夢も希望もないから、そこで生きていければ生きていければいいんだからっていう人がいるんだから、何年5年ぐらい、まあ何年出て、うん、その時に働いた分が数万とかそんな話聞いたことあるんですか。いや、そう、全然たまんない。本当に1日何十円とか、ね、もうそうそうそう、そんなレベルでやってる感じだけど、どうなのそれはっていうね。それよりは優秀な人を増やした方がいいんじゃない、なったらもう一歩一歩制度なんて 100% 無理な話、もう 150% いや4兆パー無理なのよ。だって俺聞いたことないもん。いや俺はもうどっちかっていうとね、俺が一番良かったのは初恋の人と恋に落ちて結婚して子供産んで死んでいくのが一番ベスト。あ、ベストっすね。もうトップガンの。でもそんなやつ見たことないって、ね、ないっすね。あーあーっていうね、シーツが風であってトップガンのあのチャラチャチャララ、あ、波の間にみたいな、シーツの波間にみたいな、ああいうの漂う二人、あれないっすもんね。あれがでもあれがやっぱり俺が文学でとか映画での理想だったけど、実はやっぱそれ無理じゃん。理想でしたね。もう俺なんてもう汚れてないけど、一応社会的に言ったらもう汚れたことになってんだしみたいな、経験を踏んだってことはもう汚れたこと、まあ、俺の考える純粋ではないから、もうあーあーみたいな、汚れちったみたいな、めちゃくちゃ汚れてますよね、もう。これっていうところで、はい、ちょっとあともう時間も、今日ちょっと話フリートークを物申しちゃったな、したんですけど、うん、今日のテーマがありました、実は今頃今頃っすよ、ここから言いますけど40分ぐらい経ってこれはちょっと次週へのまあこれはね、まあこれはね、まだ前のフリートークだったからね、はい、これからが本番ですよ、今日は今日は、そういうビジネス的に前回健康の話をしたんですよね、はい、で、うん、今週は逆に、うん、その健康っていう逆は死じゃないですか、はい、おまあまあそうだな、生と死ってすごい紙一重と思ってまして、うん、生を考えてから死を考えるか死を考えるか生を考えるというもので、うん、今最近近年流行ってるパワースポットっていうのはどう考えてもそういったいろんな怨念なんやかんやありますけど、うん、パワースポットっていうのは、うん、そういったものすごい生きてた すごい人たち、うんうん、まあなんですか、その将軍でも何でもいいんですけど、いやもうそれは何千年もそこはすごい力があるって言われてるんだから、何かはあるんだね、何かあるっていうそのところをちょっと探っていきながら、ちょっと面白いところがあればそれとアースビジネスと絡めて何か作っグッズって分かんないですけど、何か作ったりもしくは何かまあみんなで行ってみて、これちょっとこれいやすごいと思う、行ってみようかみたいなっていうので、僕はちょっとこのパワースポット、うん、沖縄のパワースポット何度やと思って、うん、何種類かサイトを調べてみたんです、うん、そしたらもうもちろん僕も聞いたことあ、じゃあちょっと待ってよ、じゃあ今パワースポットの場所を説明しておいて、その間一回俺ちょっとパワースポット見てくるからちょっと見てくるから今みんなに説明しておいて、と、はい、いうことで今沖縄のですねパワースポットをちょっと、行っていきたいんですけど、その中でちょっとアソビジネス的におっていうところをちょっと企画を作っていきたいなっていうところで今日は話を進めていきたいと思います。ですね、まずは、やっぱり有名なところで言いますと、首里城、こちら首里城はまあ皆さん知ってると思うんですけども、まあ聖域と呼ばれてるみたいで、いろんな場所場所によって、金運が上がるところとかいろいろあるらしいです。でもそこはまあ僕も何回も行くんですけれども、首里城っていうところがみんなあれパワースポットって言ってるのかなっていう、今日気づいた方はもし相手に首里城行けば何かしらパワーもらえますよとはありました。で次はですね、僕もまだ行ったことないんですけど、ガンガラの谷っていう、まあ、皆さん行った人もいっぱいいると思うんですが、こちらはまあ鍾乳石とかありまして、まあ、ライブとかもやってるんですね。僕もミュージシャンの時はいろいろ知り合いのミュージシャンがそこでライブしてるっていうのも話を聞いてたんですけれども、ただこの辺は結構いろんな、まあ、戦争の時あった場所だっていうところで、まあ、霊感が強い人が行くとこうなんかあるねって聞いたことはあるっていうのがガンガラの時、谷、こちらも一応パワースポットですね。まあ、次はもう皆さんも知ってると思うんですが、まあ、久高島、まあ、こちらは神様ですね、天幹雄が降り立った地みたいな感じで、この天幹雄っていう神様が降りてきた神の島と呼ばれていると。で、まあ、島にあるものは石ころ一つの持ち出しはいけないって言われるほど、まあ、特別な場所ということで、まあ、こちらも超有名なパワースポットになっておりますね。
次が、まあ、ここもそうですね、皆さん知ってると思いますが、セーファーウタキ、こちらも沖縄パワースポットとして有名な場所、こちらも先ほど丸雪の始祖、先ほど言った天海清雄が作ったされる、聖地の最高位っていう意味であるウタキっていうところで、こちらも世界、あ、こちら世界遺産に指定されてるみたいです。ですごく、まあ、パワーが強いって言われてる場所が、まあ、三枚岩の場所で、奥から久高城が見えるっていうスポットがあるんですが、まあ、ここは、まあ、神様が降り立った場所を望むってことで、今ですね、三尾さん、セーファーウタキと久高島とガンガラの谷首里城を紹介しました。最高じゃない。はい、次行きますよ。次がマリーユズの滝、こちらは西表島ですね。あ、俺そこ行ってない。僕もちっちゃい頃行った記憶で、カヌーができるんですよ、滝が。滝があって、日本の滝百選にも選ばれてる。セレブなの？ええ、ちっちゃい頃。どういうこと？カヌーで入り込んでしまう？そういったあるんですよ、滝巡りが。へえ、すごいね。ここジャングル、さすが滝ジャングルの感じで行く、うん、ここは落差が約16メートル、直径130メートルってでっかい滝なんですよ。まあ、癒し浄化が得られるっていう。ここは、うん、ただパワースポットというか、僕の感じで言うと、空気が綺麗なところって感じです。まあ、それパワースポットでいいんじゃない？んって、ここはんって思ったんですけど、うん、まあ置いといて、次が氷島。お、沖縄版アダムとイブっていう伝説が伝承されてるって言われて、ダメな人だったな、アダムとイブだったら。ですね、子だから祈願にもいいって言われてるみたいですよ。で、次がまあ、有名な波の上宮ですね。おお、あなたがちぎりを買われた。これは琉球発射の一つ、なんすかこれ、全国の宮か、宮が琉球国新一の宮に認定されてる、これ分かんないですけど、どういうことですか？熊野神宮系列なのよ。で、沖野宮さんとかもそうで、はいはい、琉球発射ってあって、そう、琉球発射の一つってありますね。一応だから古神道に近いような、なんかちゃんとありますよっていうので、で、もともと別に神道が始まる前から沖縄では宇多木として実は成立してた場所。なるほど、宇多木から。もともと沖縄はだから、いや、神道ってもともとほら、そういう自然崇拝とかだから、大きな岩とか、でもそれはもちろんカニとかでも、はいはいはい、そういうもん、暇だからね。すげえ。いや、結構、まあ、結構観光客が多いんですよ、こう、外国人が。だからやっぱ惹かれるんだ。アジア人多かったよ、新年誌がいたんですけど、うん、めちゃくちゃ外国人に写真撮られましたけど、僕。あら、ジャパニーズウェディングみたいな感じで、ウェディング、いいじゃん、横島のウェディング。次いきますよ、伊江島。お、一番パワーが強い場所って言われてる、はい、タッチュー使った城山、行った行った、俺も子供の時にが絶景ポイント。他にも、うん、小宝石や、うん、これ仙人堂ですけど、ニャティア堂って知ってます？って言ったパワースポットなんです。そこは子だから授かることができるとされているっていう、家島。僕も一回ユリが毎年ユリのイベントがあって、イベントやってるね、何年か前行ったんですけど、すごい面白かったですね、私も、すごいいいなと思いました。次、泣き神社ですね。あっちも、国内最大級のグスク、あ、県内、ごめんなさい、うん、国の史跡にも指定されてて、まあ、世界遺産にも登録されてます、うん、ここは遠くに海を見下ろす長い城跡が最もパワーを感じられる場所で、うん、両縁、まあ、家庭円満、うん、健康に効果のあるポイントって言われていますって、うん、だから何かしらパワーがあるんですかね、何かしらって。これなんか何か神がいるというわけじゃなくて、この城自体のその時にいた人たちのパワーがあるのか分かんないですけどね。これ次、北部にある、これ行ったことないんですよ、大石林山。ああ、これね、新しいっていうか、昔からあるんだけど、大石林山さんはね、多分ね、あそこと一緒だと思う、系列は。南部の洞窟、セーファー、違う、なんだっけ、琉球国村さん、はい、あそこ系列の会社が運営してて、新しい、もともとあったんだけど、なかなかフューチャーされてない新しいスポットとして。そうですね、だからスポットをフューチャーしないと人集まらないって不思議よね。なんか美しくたくましい大自然の中で暑さみなぎるパワーを得ると。もう全然意味が分かんないな。で、敷地内には44箇所のお願所があって、お願所だね、うん、あ、ごめんなさい、生まれ変わりの石と言われる、うん、くぐる回数で運気が変わるといったスポットもあるみたいですよ。これ石パワーなのか、うん、そういった何か霊的なものなのかちょっと分かんないですけど、おそらく石っぽいですね。あらあら、登るの楽しい人はみんな楽しいよ。だって写真見たら、なんか、うん、中国の西遊記みたいな。ああ、そうそう、あ、ちっちゃいあれ。イメージ。行った行った。行った、遊びでね。そう、今、大体これぐらいです、今、調べたところ。
これあなんかありましたね。俺が好きなところが俺そこで実はセーファーウタキもいいけど今セーファーウタキ多すぎるから柿の原ヒージャーって昔からあって湧き水のあってちっちゃいマチュピチュみたいなとこあんだよ。マチュピチュがあるんすか。もうめちゃめちゃ可愛いところもう最高よ。ちっちゃい楽園みたいなとこがあってそこの水でうちのあのお守りってさあちこちのパワースポットっていう聖地の場所の土とか湧き水とか、はいはい、そこもちろんあの宮司さんと相談してね、はい、ちゃんと分けてもらってそんな勝手に取ってきたらそれたたりになるからたたりで呪われますからね。そう、いいことしてんのに足元すくわれるの嫌だからちゃんと責任は宮司さんが取りなさいと。俺はあくまでもクリエイターとしてお願いされたりとかこれを使っても了解が得て初めてそれを素材として使ってでその神社でも販売するし、はい、販売っていう神社ではねお守り販売って言わない授与っていうね。あれみんなお金払って買ってると思ってるけど違うね。お金はお布施なの。お布施の代わりに与えてる、ね、そうそうあのね僕らは神社に寄付してるだけで。なるほど。その代わりに神社からはあこんなにしてくれてありがとうっていう形のお品形の印としてお守りっていうのを授与されてるだけ。なるほど。売ってないっすね。売ってない。売ってないっすよね。だから税金払わない。あ、なるほど。これは公明党のおかげか。わかんないっす。もう何も言わない方がいい。これ以上は言わない方がいいですこれ以上はでも濁します。はい。でも、まあ、うち儲かってるから別にそれでいいんだけど、でもね、だからこそ俺は勝手にただデザインして売るっていうよりもやっぱりそこの土地とかその子から生まれてきた何かエネルギーを形にしたものを提案したいっていうのでそこの湧き水だったりでそこの土地の素材を使わせてもらってお守り作って。なるほど。そうだから巨人軍はあの年優勝したのもその時のお守りなのよ。あのマチュピチュの。そうそうそう。そこの水と俺が好きなのが7つ8つあってそこのも素材を使わせてもらって、あそれこそ石垣まで行ったよ。ええー、もう里見発見でみたいですね。そうそうそう。ね、もうそれはもうこれの趣味だから。要は面白い。本当になんか良くなったらいいなっていうか、良くなったら面白いなっていうので、今までほら陶芸ってさ、食器とか壺とかって水が漏れない土とか使いやすい土を今まで開発してきたのよ。はいはい、ずっと長い歴史、ね、この何千年もずっともう縄文時代の時から。で、俺はシーサーだから守り神じゃない。みんなの運気を上げて元気にするものじゃない。それの機能っていうのは漏れないとか丈夫じゃなくて運気を上げることが大事じゃない、うん、そしたら使いづらくてもいいから運気の上がる素材を探してくることが俺の仕事だから。なるほど。それでギャーって集めてきてで俺も持ったらだからね環境大事賞取ったりとか青年版 の, その国民栄誉賞取って小さな美術館潰れないしガンも治ったし治ったのかな、なんか寝てんのか知らないけど、がんだったけど死なないし。いや、もうこれはこのなんかあるみたいよ、ちゃんと遊びにですね、今この話をしましたけど、はい、結局、まあちょっとヒントをリスナーさん方に言うと、うん、まあ一緒にやろうとしてそのそういったアニメ企画、絵本企画みたいなのありまして、その中で今言った話がどんどん入っていくと、あ、そう、そういうシーサーマンの伏線で話聞いてもらうと面白いなって話。もうこれね、なんか俺らだけ知ってるともったいないから、これはどんどん使った方がいいよと、あの時楽しいよと、50回見て話した実はこれなんですよね、だからこういったパワースポタンしたんですよね。さすがプロデューサーっていうのに繋げる席のための話なので皆さん楽しみにしてくださいねっていう感じです。この今話の商材がこれからできてくるんだね。はい、これが形を変えて出ます。じゃないとこういう話しないので。なるほど。っていうのをちょっとこれはもうでも急にパッてまあ作ろうとも使いますけど、ちゃんと何十年もこれを伝える本だったり、まあ最終的に僕のイメージは図書館に置きたいとかあった時に、なんかそれを温めながら作っていく。そのためのまあ。遊びビジネスですっていうところを。だってその神道でも何でも伝統文化とかそういうのって代で受け継がれてきて、で俺も多分それ受け継いでやってるから、陶芸もやってますけどめちゃくちゃ大変ですよね、あの代のとか。まあ俺は楽しいからいいけど、僕も全然まあ絵付けとか部分とかは自由にやりますけど、やっぱその作り方と工程とか、いやもう大変、大変だと思う。その辺は最初勉強した時は大変だなってこの3年前思ったんで、もう終わりがないもんね、キリがないから。これ人生生きてるからでも納得できるよね、終わらせられないですよ、どう考えても。そういう考えた時に、まあ、何が答えかを、まあ、こっちは出したいんで。おお、さすがプロデューサー、ちゃんと利益を出したいってことだね。そうです、出ないとうちの会社が利益っていうのはみんなが喜んで自分たちもウィンウィンな状態で、お客さんも
自分たちもその地域も良くないと、はい、ウィン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 だね。作ってる子たちもこれで名前が売れてくれば一番いいですし、これがそういうなんか誇りを持ってものを作ってくれれば人に届くんじゃないかなっていうところの魂の部分、例えば思いとかそういうのがやっぱ結局まで言うパワースポットだったりとか、やっぱそういった見えないものっていうのがやっぱり大事だと思うんですよね。これだけいいこと言ってたらもうさっきのタプタプも忘れるだろ。本当はもう今日陳一さんがいたら怪談話でもしようかと思ったんですよ。夏の風物詩、まあ、見えないものつながりで。そうだね、はい、ホラー映画が一番安上がりの B 級映画で一番儲かるのはホラー映画見えてますけどね、ゾンビでじゃあ見せないのが大事。上手でもそうだけど、まあまあそうね、上手に見せないのが音でもう日本だけで成り立ってますから。いやすごい、だん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 、あれすごい、生まれたら、まあ、しますよね。なんか才能だけで作った感じがすごい。俺激突が一番好きだもん。激突ありましたね、最高じゃない。おじさんの腕だよ。じゃあかったしたっけ、それそれ多分新しいやつでしょ。昔のやつは誰かも知らん俳優だよ。嘘だろみたいな。とにかく車に追われるだけの話だよな、後ろから。その後ジョジョでもやってたもん、それ。えジョジョでもそれのスピンアウトじゃないけど、ジョジョは基本ほらハードロック、ヘビメタルと、あと映画が大好きだから、基本それで名前と実は全部ロックバンドだし、ストーリーも結構ね、最近見た映画とか昔のクラシックのいい映画を土台にして作った映画が多くて、荒木さんは相変わらずすげえなーみたいな。天才っすねー、面白い、分かりやすく説明すんなーみたいな。あ、やばい、すみません、あと十何秒なんで、お第記念数50回アソビジネス、うん、今日は天才必殺の盛り上がったね、伊藤さんとおい、MC のサッチでお送りしました。また来週よろしくお願いします。面白いんですよね。あの、いいですね。